さあ始まりました J リーグジャッジリプレイさあこのコンテンツでは今シーズンの J リーグの判定を取り上げましてえジャッジに関する疑問やルールをわかりやすく解説していきますさあ今回も、えー、J リーグ副理事長の原博美さんと JFA トップレフェリーグループシニアマネージャーの上川徹さんと一緒にお送りいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします 原さん三回目ですけども、はい、これなんならもう毎週やっちゃってもいいんじゃねえのみたいなどうですかどうですかねあの <laughs> ちょっとね、うん、もうちょっとタイムリーにできないか今みんなで相談してます,す、ね、あのー。 評判もいいので、ありがとうございます。やっぱりタイムリーが必要じゃないですか。すね、だからもっとこの場面多くというよりも、うん、その週のこのシーンとか、はいはい、そういうのがこうできるようになればいいかなっていう,ふうに思ってるんで、バージョンアップさせたいと思います。あのなんならニュースと一緒で、あのニュースのないのがいいニュースとかよく言うじゃないですか。うんはい、だから集まってみたけど何にもありませんでした。でも別にいいですよね。あの。の なんてんだろう揉めたシーンとかだけじゃなくて、はい、本当にレフェリーが例えば、ね、アドバンテージ取ってすごいゴール生まれたとかあるいはそのすごいフェアプレーがあって、うん、公園でもいいと思うんですよね。はいまあ、判定にまつわるところだけじゃなくて、うんはい、いろんなところをちょっと J リーグのいいところとか例えばサポーターのなんかすごい良いシーンがあったときにとか、うんうん、そういうのも含めてやれたらいいかなという思いはありまますすね川さんよよろろしししくくおお願願いしますちょっと夏場、えー、今年は暑すぎましたけど。 そうですね。ねまあ、J もそうですけどいろいろ全国大会なんかもあるんでね。<あ>昼間にやっぱりゲームをするそれを担当する審判員なんかも結構やっぱ大変ですね、<ー> J 見ててもあのレフリーが先にこう選手より先にゴールの横に置いてある水飲みに行ったりとか選手もレフリーに水あげた方がいいです ですね。これでもなんか忖度っていう、お前はジャニのみたいなの言われません<や>大丈夫ですか？どうぞってういう。大丈夫です。そういうのも大事なんです。本当ですか？はい、ちょっとレフェリーにお前ななんか渡してやろうみたいな相手 <laughs> チームが言ってきた。みんなからもらってどっち飲む。<laughs> <laughs> それではまずはこのシーンです。さあこちら、えー、J2 第19節ですね。松本対大分のシーンで大分の藤本選手が抜け出そうと。 いうところで松本の岩間選手と接触して岩間選手にはレッドカード退場とそれでは上川さんに解説していただきたいと思いますがはいまあ、レフリーは決定的な得点機会の阻止とはい、はい、いうことで退場を示したというふうに考えますただまあ映像で見る限りはやっぱりその判定は厳しいなとあ,<ー>あのまあ直接リーキック反則は外なんで直接リーキックで、はい、この場面は警告が 必要なシーンだったとというのもですね、うん、この10番の選手ですかね藤本選手がボーールルをコントロでできてないいなすよねあ、はい、あのプレーの方向は相手のゴールで,、はいでえー、もう松本の選手はこの反則をした以外のに松本選手は近くにはいませんよね。はい、でそう考えると状況的には得点機会なんですけどもう一つ必要なそのボールがコントロールできてないと。 は,はなるほど、はい、ゴール方向には向かえそうですけどもコントロールはできていないという、はい、いうできていないで明らかなということがつくので<ー>決定的なとというところが、まあ、ある種スタジアムで見ている人が誰しもがそうだなうと思うようなシーンではないと、はい、だからちょっとグレーな部分というかゴールに追いつけるかどうかというグレーな部分があるのでそこはあの決定的な得点の機会というところまでは言い切れない。うん さあということですけども、原さん、このシーン、ご覧になっていかがでしょうボールコントロールっていうけど、はい、そのフォワードから言うと、別に触るだけがコントロールじゃないんでしょ、自分のこのところにこう持っていけてるか、はいはい、そこのところに横まで入っていけるかとかっていうのはあるんで、はいはい、別にこれさ、触った方がむちろん難しいとすれば、流してててそのままま持ってきますよね、うんうん、体だだけ入れて、はい、だからあのままスピードで、岩間選手の前に入り込んで、そのシュートを捨ている体勢に持ち込むということも考えられますね。はい なんだと思うんですよ。ぶっ倒されちゃってるから。<laughs> だから、<laughs> からちょっとまあこれ絶対いけないかっていうとそんなこともないと思うし、はい、キーパーと結構ギリギリのところになる可能性はあったとは思うんですよね。あバンドしてこのこぼれ、はい、この落ちるとこぐらいキーパーとどっちが先に触るかなぐらいの感じ。だからこれはやっぱりどっちにでも取れるのは正直なところだと思います、ねあ。あの難しい判定だったというふうには思います。うんうん この話題になったじゃないですか、これ、うん、で、その時に見て、これどっちかなと思った時、ま,たまあ。レッド出されても、しょうがないかなっていう感じはしました。うん、それは絶対、これレッドじゃないよねっていうシーンではないとは思うけど。うん、今、あの、かみさんが、かわさんが言ったように、もしイエローでも。あ、イエローかっていう、本当に、こう、難しいとこかなっていう感じですね。はいうんはい、井山選手の、少しこの。この、手の、この。手の、手の。この、やっぱり、こう、抱え込んでるような手は、はい、やっぱり。 これ海外とかでやったら本当に取られますよね。あの、うん、囲んでるような手が出てきちゃってるんで、はい、その印象は多分かなり悪くなっちゃうんじゃないかなっていう気がしますね。続いてはこちらのシーンです。さあこちらは J2 第28節愛媛対大宮のシーンですが、この大前選手のパスで抜け出した富山選手が、えー、愛媛の西岡選手と接触して倒れます。 判定は PK そして西岡選手にはレッドカードが出されたと。 いうシーンですが上川さん、これ結構ポイントがたくさんありそうですけども、えー、これはあのすごい難しい判定の一つだというふうには思います。はい、まあレフリーは、うんえー、退場、まあ、これ決定的な得点機会の阻止ということで退場そして反則がペナルティーエリアの中で起きたというふうにして PK を与えました、はい、ただ、ただこれも本当に映像でスローの映像で見ますと反則 こ,こシャツをつかむ反則とあと足右足で外側からこうトリップしてるようにも見えるんですよね、はい、まあどっちの反則を取るかというところもあるんでしょうけどもただどっちとも反則はペナルティエリアの外で起きているので、はいえー、PK ではなくて即徹スリーキックがあのもう事実として、はいえー、正しい判定だったと。 ああとははもう得点機会の阻止ではありますしっかりフォワードの選手はあーボールをコントロールできてますしほか、はい、にあのディフェンスの選手がこの2人の近くにいるわけではないのでカバーリングはできないですしプレーの方向は相手のゴールなんで、はい、体上は間違いないなですただ中か外か外さあところですけども原さんこれいろいろ絡んでますが、はいかかがですかまあ体重は体重じゃないですか、うん、でも最初に引っ張ってここで足をかけた、はい、場所は外ですねこれは。 外外ですね外だと思うやった最初にやったところも大体もう外じゃないですか。で,、ねはい、で多分もう外で倒そうというのあ、うん、で当然フォワード側は中で倒れようと思うから中まで頑張るっていうんだけど <laughs>、ね、だから起きたところはもう間違いなく外だし、うん、外でいいんじゃないですか直接フリーキックでっていう気がしますけどね。でまあ難しい判定の一つだって話をさせてもらいましたけども。はい トリッピングの場合足の反則だったらそこのコンタクトの場所なんですよね。うん、だまあこれも外ですよね。はい、でホールディングの場合は外で捕まえてもそのまま中まで引きずっていくと中で反則を犯したことになるんです。えそうなんですすすかそそそうううなななんんんでででれはは競技規則はもうそういう風になってるんですなんでレフリーはシャツをつかんだところをずっと見てて、まあ、引っ張りながら中までつながっていったっていうふうに判断をして中 PK を与えてるんですけど。 シャツを掴んで、結構時間かかるじゃないですか。はい、で、話してるのは若干外なんですよ。どの、どのぐらいですかね。まあ,まあ、もう三十手前、ちょっと、ちょですよ、ね、はい。やってくると、ちょっと、こう、どっちで見るかっていうと、余計難しくなってくるんですよ。どっちの反則かというのは。あの、引っ張るじゃないですか。はい、で、それ、その時点でファールっていうよりも。まあ、ファール、ファールですよね。ファ,ファールは、まず外からスタートしてるんですよね。でも、そこでは、また、その選手、あの、ファールを受けている選手が。 プレーできる状態であればじゃあそのものすごい力強い選手がぐわって引っ張っていってペナルティエリア内まで持っていってそこで倒れちゃったと、はい、そうなるとそれはもう PK になります。足だったら瞬間的にポッとまあコンマ何秒なんでしょうけどホールディングだったらそれが1秒続たけば1秒間その反則が続いてるっていうふに考えて,いて。あ そっかそのそうです、ね、引っ掛けるとかそのトリッピングというのはの一瞬ですね、瞬間ですよね、はいはい、ホールディングというのはずっと続いてるずっと続いてるというふうに、今、考えるようになってるんですだからその、例えばホールディングし始めがファールというよりもその、その期間が全部ファールなんですよ、だからその期間の最後がペナルティーエリア内になれば、はい、PK になるんですか。 はあこれ僕ちょっと知らなかったですね。もうあのそういうふうに判断する。だからホールディングレフリーはホールディングで判断しているのでそういうふうに中まで行っているとただ見るとホールディングの瞬間、はい、外で話すんですよね。<laughs> この選手も分かってんのかここで外で話しますもんね。そうなんです。だ判定はもうあの外というかこの実際は外ですね。はい。っていうことでいいと思うんですけどあれが中まで引っ張って行ってたら PJ。PK えー、知らなかった,かったさあ、続いてはこちらのシーンです。さあこちらは J1 の第19節、清水対鳥栖のゲームですが、このパスで抜け出した金崎夢選手が倒れたところ、笛はならなかったと、ノーファールという判定でしたけども。まあボールに スライディングタックルした4番の選手はボールに触れることができずに相手競技の金田選手の足をトリップするような形になっていますまずまた足も最後上がってますけどねボールに触れてないということは大きな事実ですし、はいはい、やっぱりこれは、えー、反則直接的で、うんうん、あと反則がなければもうゴールキーパーと一対一の状況ですからね確かに決定的な得点の機会を迎えられるということで大量にすべき事象だったというふうに思います。 判定としてはノーファールということですが、レフェリーはレフリーはね、ボールディフェンダーがここでタックルするときにボールにプレーしたと、いうふうに見たと。うん、ポジションがちょっと遠いですね。遠い？ボールのフジが変わった瞬間にここ,こ,、ね、こ,こら辺で、うん、ここでボールのフジが変わった瞬間にもっと行かないといけないですねここで。ああ、そうか。もうこの右サイドを動き出しているのは、うん、金谷選手がもらおうとしているのはわかると思うんでそこを見てもっと早く動き出してで。 もうパスが出る瞬間にはもうもうトップスピードに乗れてるというか。あのー、原さんよくもう最近のサッカーでは攻守の切り替え攻守の切り替えって言いますけど。はい。 レフェリーの方も切り替えが大事ですねなんかこの番組やってからレフェリーのそのポジションを見るようになっちゃって、うん、<laughs> 違うとこ見なきゃいけないですよそれはあの <laughs> さん楽しかったりいいですよその見方が楽しかったら全然いいんですけどでもほらなんかあの判定があった時にあーちょっとやっぱりちょっと遠かなおか,かもとか、ね、あるいは角度がちょっともうちょっとっていう風にも注目するようになっちゃったかなって思いますけどねでもこれは やっぱりこのこれ大体、ね、この両ベンチとかその反応とかってやっぱり正直じゃないですか、うん、でこれは明らかにもう決定的なシーンで、はい、もういけると思ったらノーファールでってなると気持ちわかりますよね、うん、で,でもこれはやっぱり間違いなくあの本当にレッドで直接フリーキックだなっていうふうには見えますわね、はい、あのフレイデ選手も最後、足もちょっと上がりましたし、ね、あれはもう引っ掛けて意図的にあの両足、最後上げてますよね。 届かなかった後、このあと、ちょっとこう金崎選手の,この悔しい気持ちも分かるというかね。うんうんうん